海釣り奉行です。今日はお越しいただき誠にありがとうございます。今日は最初にですね、バラの花が咲いている画像が、ご覧になれたと思います。うちの、バラなんです。咲き始めましたね。大変綺麗です。今この後ろにある木もバラなんです。こちらはね、黄色とピンク色ですね。綺麗なバラが咲きました。これもですね、もうちょっと経つと満開になります。用意するものなんですけども、まずテグス、これですね。これはハサミ、あと後ほどですね、またロープを使って分かりやすく解説したいと思います。それでもう一回ですね、針の結び方、前回皆さんにご紹介したのは本結びまたは延縄結びです。あれは枝針用です。今度はですね、糸の先端です。先端で結ぶ場合ですから、これもハサミほとんど使わないですよ。これ決めておきます。端が見えないぐらい短くしてあります。これは延縄結びだけど、昔の結び方ですよね。こんな感じになります。わかりますでしょうか。ほとんど端が出ないです。今からループ結び、今日分かりやすくするためにワッパで大きくしておきますね。ワッパ作ります。これは前回ご紹介しました縛り方なんですね。これですよね。じゃあ今度はですね、幹にこの枝を縛っていきます。こういうふうにします。3つ、糸が見えると思います。テグスが見えると思います。このうちのね、この2つです。3度します。こんな感じですね。サンドします。こんな感じです。こうに持っていきます。この2本ともですね、こう締めます。それでこうですね。これでできましたね。全体的に見えますでしょうか。こうですね。こんな感じになります。じゃあ太いロープでですね、やってみたいと思います。これですね。これですね。これでワッパ作ります。これで輪ができました。そしたらこっちは幹になりますね。幹です。右を上にしますね。それからこのワッパをこの上に乗せます。いいですか？もう一回やりますよ。右を上。そしたらこのワッパを乗せます。この関係を見てください。そうしたら、これを挟むように2つとも持ってきます。このようにこうです。それでですね、この中へ入れます。これで枝針の出来上がりです。もう一度やりますよ。こうやります。この右側、この上乗せますね。そうしたら、これは使いません。これはすっぽ抜けちゃうのでダメです。ここを使います。この2本です。ここへこう通します。ここへもうすでに作っておけばいいです。これでいいです。ここで締めれば出来上がりです。この枝針の縛り方は非常に簡単でいいんですけども、弱点はですね、父親の場合はここからですね、先端がよれた場合には交換ですることができます。それが利点ですよね。この場合はもう交換ができない、してもよれよれになってしまう、そういう欠点がありますけど、幹を太くすれば、枝も太くすれば、大きな魚にも応用できます。枝針3種類目を皆さんにご紹介いたしました。いろんな結び方がまだたくさんありますけども、この3つ知っとればほとんどの釣りに対応できると思いますので、ぜひ試していただきたいと思います。今ご覧になられている皆さん、もうすでに知ってるよと思うかもしれませんが、そういう方にはおさらいのつもりで、見ていただければと思います。いろいろな用途に合わせて、いろんな枝針の結び方試してみてください。ありがとうございました。いいねボタンよろしくお願い、登録もよろしく。